こんばんは。こんばんは。急に、なんか体硬なった、なんか。硬いっすね。さっきまで、そう。だるんだるんで、なんか、いけるわ、みたいなね、感じで進め配た。信で、うちょっん、ねと、準備運動してたんですけそうど。そう、いけるやん、みたいなノリで、なんか、話してた、なんか、本番始まった瞬間に、バッチリ ってなっどうて、あれしようなんですね。けど、そう、あ、トねえ。ロうどん、です。はい。で、あなたは、はい。壁吉と申します。壁 吉変わっ先た。輩、壁 吉先輩なんですけど、はい。まあ、ちょっと、ラジオをね、まあ、やってみようっていうことになったんですよね、なんかラジオやってみたいなと、ちょっと思いまして、まあ、一応、まあ、94年生まれ、29歳、同い年っていうことで、まあ、壁吉先輩と一緒にね、ラジオやっていきたいと思うんですけども、まあ、まあ。どうした？ え？いやー、ちょっと硬くなるね、これね。ちょ硬くなっるよね、ほんまにと。ね。そう、チンポかって話なんですけど、まさかお！王じゃないいきね。なりきますね。王じゃないけどね。そうそうそう。まあ、そのインターネットでね、そう、まあ、マストドンっていう SNS、昔やってて、そこで知り合ったんですけど、なんちゃら SNS とかに直に言われる。なんちゃら SNS にね、そう。なんか、そこでめちゃくちゃなんか変なやつだったんですよね、彼が。誰が？カフェキチ先輩、誰すごが？い変なやつだったんですよね、なんか。いや、そんなわけないんですけど。ずっと一人で暴れてる変なやつだったんですよまあ、ね。尖ってましたけどね、その当そう時そうは。そうそう。なんか、最初はなんか気持ち悪いな、こいつと思ってたんですけど。常に喘いでましたから。そう、うほーってこうう、なんわっか、て言ってましたからね。投稿し続けるやべえやつだったんで。だから、俺はなんか、どうせ大学生とかの、なんか、おもんないやつがやってんねやろな、このアカウントと思って。いや、ちょっと近寄らんとこうっていうふうに思っまあ、てなたりんまですすけよ。ど、そあれ、でも、実は、あれは、う。うん。それで選定してた部分もあったんですよ。いや、要は、七プレイして、これで、それでも、やっぱり、フレンドリーに接してくれる、ユーザーさんは、じゃあ仲良くしようと思ったり、まともああ、なこうやっ人ても攻めどて。んどん減ってくよ、それ。あ、まあ、そうなんですけど、でも、そのおかげで、まあ、いろいろ出会いもありまして、もう。むしろ変なやつを呼び寄せてる気がするけど、俺は。いや、でも、あれは、一つのフィルターとしては、個人的には便利でしたね、あれは。泥水をさ、フィルタンク、泥の方を持って帰ってると思う、俺。フィルターではあるよ。泥を持って帰って、綺麗な水の方は放置していってる。捨てていってる気がするけどね、マッすっごい。トドンの前に、ツイッターで、まあ、私、コーヒー好きなんで、まあ、カフェキチって名前してるんですけど、焙煎とコかもね、ーヒー、自分でする。やってますね。で、そのコーヒー好きの、その海外の人たちと、ツイッターでは普通に接したんですけど、だんだんコーヒー好きの人たちが、お互いにマウント取るような形になってきちゃってて、まあ実際ね、なんかそういう、そのああいう趣味って、なんかそういうとこあるよね。ちょっと、あと、実際会ってみて、コーヒーの話できるとか思ってたんですよ。で、いざ会ったら、焼肉屋行って、全然関係ない話をするんですよ。もう、それにちょっと、もう、私が求めたのこれじゃないと思って、コーヒで、ー入りやもんな、やっぱり。で、マストドンに逃げて、で、最初は、普通にやってたんですけど、マフミコーヒー店さんっていう、一時期、ツイッターで、ほーって言いながら、あえぐ、コーヒーあ、屋さんがあっ先た輩んですがけど、いたのね。あ、先駆者が。で、コーヒー好きなんで、こういう面白い喫茶店もありますよ、って言ったら、あれ、お前は言わないの？って言われて。あ、めちゃいや、くちゃ言わマれストドンっぽいけどね、それが。そう。当時のマストドって本当に全体的に尖ってて、そう、すっごい尖もう、ってた。そう。で、その尖りを私も受けまして、あ、こういう洗礼するんだ、と思って。お前もあえげよと。お前もあえげよと。そう。
っていうことで、愛犬始めましたね。で、その結果、そう、こいつはやべえやつだと思っ て、なんはい、か距離を取ってたけど、なんか意外と話してみたらいいやつだったっていう、なんかやべえああ、やよつくだ思といま思っす。てたけど、ただのいいやつじゃねえかっていうそう。ところいで。や、だから、そのフィルターかけたおかげで、今のトロードンさんとこうやってお話できてるわけですトから。ロードンさん、すごいなんか、あれ、ああ、そうか。トロードンなんかさね、ん、なんかな、うん。じゃあ、行トこう。ロちゃん。トロちゃん、キモいなぁ。おっさんあ、じゃあ、同士トロが。ードンでね。トロードンでね。そうそう。そう、なんか、そう。で、そう、結局話してみたら、なんか、大学生ぐらいのおもんないやつがやってんねやろなって思ったら、なんか、結局、同学年やんけ、みたいな話になってな。っそうそうそう。ていうところでね。で、あと、はい。互いに陰キャ、常に教室の隅っこにしか居場所がない人間、学生生活を送ってきてたから、はいはいはい。ずっと教室の隅っこで、陰キャの友達と騒ぐことしかできないっていう。隅っこ暮らしではなかったんですね。隅っこ暮らしではなかったね。ああ。一応周りいっぱい、友達はおったし、あの頃は。ね、なんか過去の栄光を話してみたいですごい寂しくなってくるな、この話。友達おったし、みたいな。なんかマウントみたいですごい嫌なんで。あれやけどな。まあ、隅っこで騒ぐぐらいの人権はあった。隅っこでただなんかもう静かにしてるしかない感じではなかったけど。周りの友達はオタクばっかりやったし、陰キャしかおらんかったし、部活は鉄道研究同好会やったしっていう役満みたいな人生。終わりの役満みたいな人生でしたね、僕は。ねえ、そう、あ、で、そうねって言ったら、鉄オタの人に失礼だから、それはちょっとそうねは言えない。いや、まあ。ね、ちゃんとした鉄オタ、ちゃんとしたって。ごめんなさい、ちょっとそうそう、ここは、ちょっと、実際、切り鉄ます。オタにもいろいろいるからね、それは。そうそうそう、今、まあ、人間10人十色ですからね、本当に。そう、ただ、鉄オタの中には、やっぱり厄介な人っていうか、オタクやから、やっぱこだわりがすごい強いから。ね、こだわりがあるがゆえになっちゃいますそう、もこんだね、わ本り当に。すぎてね、やっぱ熱くなっちゃうから、そう。で、ルで、ソーだって全裸でね、歩いてましたでしょ。ルソーがオタクみたいな話になってくるけど、それね、なんか。ルソ実質、ーオタあクのだっ人たのも、か、みたいな。オタクか、ただの変態というか、ただの変態、変態革命家みたいな感じですよね。変態革命家はあかんやん。犯罪者やん、それは。そうですね。そうですね。そういう感じで。なんか、昔ね、なんかツイキャスとかやってたんですけど、僕は。でも本当になんか終わりのオタクとかをかき集めて、なんか、で、俺も酒ベロンベロンになりながら、終わりの話をするって、ずっと。ずっと終わりの、なんか地獄みたいな、してて、それが昔やってたラジオみたいなものなんやけど、そういうのをやめようていそれうは、のがでかかった。なぜやめようと思ったんですやっぱり、なんか、ちょっともうちょっとなんか、落ち着こうっていうね。落ち着ちょっこうと、なんだよね。今のままだとダメだと。それもいいんだけど、騒いでるああ。のも楽しいんだけど、そればっかりやってるのは良くないなっていう気持ちになっなるほて、ど。このラジオもね、その配信形式ではなくて、あえて収録っていうそうですね。形にしてるのも、そういうね、こうちょっと、落ち着いて、なんか静かに、なんかもうちょっとこう、好きなものとかについて、なんか、おっさんがなんか、だべり合うみたいな空気感はそうで結す構ね。いいよねっていうところがね、あって。あとは、やっぱりこの話は長くなるからやめるか。この話長くなるからやめるちょっか。とそのオープニングで言いましょうというか。ことでね。ということで、じゃあオープニング。はい、いきますか。トトロードロードン。ン。壁吉壁吉の。の。俗物ラジオ。
これ今思ったんですけど、うん、これ時差ないですか？時差ある。時差ある。時差ありますね。はい、時差ある。まあ、はい、それはね、俺も分かってるんだけど、はい、それをね、やっぱそこを許容していこうっていう。なるほど。やっぱね、だから、あんまりね、なんか、かっちりしなくていいんじゃないか。そうですね、我々俗物ですしね、そもそも。俗物はあんま関係ない気がするけど、落ち着いた感じっていうのは、そう、かっちり決めずになんか、一本勝負みたいな。そうですね。は、ちょっとなんか考えるよね、やっぱりすごい。ちょっと今日楽しいですね。ちょっと5秒前に行ってやろうか、みたいな。0.5 秒ぐらいに。行きましょうか。ちょっとそれ、ちょっと私やってみます。どのタイミング、何、先に言った方が偉いみたいな話だ、それは。あ、いやいや、同じタイミングでどう出せるかみたいな。あー、やっぱタイミングを合わせるっていうね。多分、ロス的に 0.5 秒ぐらいあるかなと思う。まあ多分ね、そう、はい、そう、僕がね、奈良県在住なので、カフェ吉先輩が、埼玉県か。あ、違います。ネオ埼玉県ですね。ネオ埼玉、どっちでもええわ。埼玉やないか、結局。まあそうなんですけど、はい。なんで、そう、だから遠隔で収録してるっていうね。そうですね。離れ離れで、寂しいね。やかましいわ。そもそも、そもそも一回も会ったことがないっていうね。そうなんですよ。そもそも会ったことがない。そう。ただまあ、そう。まあ、カフェ吉先輩はね、その、まあ、アイコンにもしてますけどね。好青年なので。はい、まあ、顔が。この画像で好青年出ますこれ。どうなんすかね、ちょっと。まあ、まあ、一応好青年。生きりが、どっちかって生きり学生感がちょっと強いんですけど。やっぱ生きり学生なんよな、やっぱり。ああ、気持ちはそうですね。多分、その、なんでしょうね。ちょっと目立ちたいけど、そこまで目立ちたくないみたいな。そう。ちょっとふざけて、まあ、なんか生きて、でもまあ、中心に立つとビビって怖いから、やっぱり。そう。絶対めんどくさいじゃないですか。中心立つ人物も。そうそう。それはね、立ち回りが。そう。俺たちは慣れてない、スポットライト浴びることに。そうそう、なんか人の目を集めることに慣れてないから、やっぱりこう。そういうのに。で、ちょっと西日がね、こう、ガラス窓から照らされたぐらいの光ぐらいちょうどいいですよね。ね、それ光、俺はもうなんか西日すら浴びたくない。光を浴びたくないみたいな。あ、東日。東日。日陰にいたいみたいな。日陰ね、日陰か。もうね、確かにね。日の当たらない部屋みたいな、ね、ところにね、なんか住みたいところもあるからね。うんうんうん、そう、洞窟、まあ、洞窟 Wi-Fi 通るかな、インターネット開通すんのかな、洞窟。いや、それ以前か、電源がないわ。そうですねやない。そうですねやない。あいの手難しいな。あいの手難しいの。いいともの観客の、そうですね。ああ、懐かしい。いいともの、今、知ってる人いるんですかね。いいとも知ってるやろ。え、いいとも知らんのか。まあまあ、若者知らんのか、いいとも。え、今の20代知らないんじゃないですか、もしかしたら。確かに、いいとも終わったの、俺が大学生ぐらいの時やったの。そうですよね。多分、私たちが街中で若い子に、笑ってって言ったら、キモって言われますよって。うん、本当にキモいおじさんになって。そう、キモい。笑ってって言ったら。キモいおじさんなんだよな、俺たちは。そうなんですよ。いや、でもね、うん、そう、最近、キモいおじさんだからこそ、キモいおじさんなりの、私的、個人的には、まあ、服を極めようと思って。ああ、そうそう。ファッションもね。よく、そうなんですよ。なんで、よくインスタで見て、ちょっとこう、おじさんらしい格好を、あえてもう海外のおじさん、結構、そういうのをピックアップして、それに近しい服を買ったりとかしてるんですけど。イケてるおじさんたち。そうですね。まあ、いや、なんかおじさんらしいおじさんみたいな、なんかこう、アメカジ。いや、でも、がっちりアメカジ。まあ、そうやな。まあ、そうやな。まあ、そうやな。妥協した。いや、妥協っていうかな。いや、そう、うんうん、まあ、確かに、まあ、イケてるの王道ではないよな。画像で、インスタで見たら確かにイケてるんやけど、
王道ではないなと思って。なんかこう街中でいるちょっとそこら辺のおじさんみたいな。が、なんて言うんだちょろっとシュッとした感じな、それが。うな。その本当にどうしようもないおじさんじゃなくて。ちょっと行きつけの喫茶店行くよぐらいのおじさんをイメージしてやってるんですけちょっとおしゃれみたいなところをど。ね。そこ楽しんでますね。もう俺はもうファッション全く興味ないから。で、サブカルクソ野郎サブカ来ルてるクじゃないソですか。男あ、クパソーカ男ね。だ。そう、自分金で吉作っと先いた輩話。が作ってくれたやつがあるので。もうあれとかめっちゃ重宝してるからね。今も来てるんですか？てか、冬場とか。冬場は着るよ。おー、すごいな。でもね、俺冬場はね、その外出るときはサブカルクソ男の子だから着るけど、家にいるときはもうほんまに高校時代からずっと着てるスウェットがあんねんけスウど、ェット。もうね、袖がボロボロに、袖とか襟ボロボロになって、グッズグズになってるスウェットがあんねんけど、それでをもいまだに着てる俺。今でも、あれですよ、ダメージスウェットっていうか、古着屋で今ありますからね、そういうの。いや1もう、万いくらとかダで売っメーてたりジと。どころじゃないよ。ガチのダメージスウェット。貫通してるとことかあるんやから、お前。めっちゃいろんなとこ貫通してるし、袖がグッズグズなんよね、本当に。何時間煮込んだチャーシューみたいなさ、ボロボロのグズグズになってるみたいな、感じで。チャーシューの紐ほどいていくときにこう肉がボロボロボロって外れるみたいな。洗濯するたびに袖の部分がボロボロボロってなっていくみたいな。汚ねえな。っていう。いやいや、を ずっと着てるから、ね、それを部屋着まあとしね。て。愛着ありますもんね、それね。捨てれへんくて、ずっと残してるから、いや、本当に。だからファッションには全く興味がないっていう。じゃあ、今度、あれですか、会ったとき、古着屋巡りしますか。やめよう。いや、ほんまえ？に。もう服屋怖いねんから。いや、服大丈夫で屋すがよ。怖い。最初はちょっとセカストとか行きましょうよ、セカスト。セカストはね、服以外は見てる。セカストたまに行くときあるから。いや、最近小で物も、とかでおもろいのないかなと思って見に行きはする。だってセカストとかトレジャーファクトリーとかあるじゃないですか。トレファクっていう。正直舐めてたんですけど、ネットのオンラインショップ見たら結構いいの置いてあって。でもオンラインやからな。実物は見たいけど。うわ、欲しいのばっかじゃんって言いながら、思いながら、少ない小遣いで、ちょっと我慢して、まあ、対応っていうか、ちょっと今回は買わないでいこうみたいな。まあそれも面白いけどな。小遣いの中で何を優先順位どうしようみたいなさ。ここはやっぱり人生やなって思うけどな。好きなもん何でも買えるってなったら思んないなっていう気もしてる本か当にら。そうっす。そうっすね。じゃあもうゲーム上がりの段階やから。人生ゲーム上がりやから。本当にね、無欲ほど辛いもんないですから、粗さはいいよな。粗さは人生面白いよなと思いながら生きてるわ。それはマジで。何でもそうやけど。で、ただやっぱり、20代のエネルギーじゃ、やっぱ、もう若いエネルギー、フレッシュなエネルギーは出ないですね、本当に。もう出ないなっていう感じもに。しかしたら、その年上の方から、お前まだ分けるだろって思う、言われるんですけど、違うんですよね、確かに、やっぱ前半と後半のエネルギーの量は明らかに違うっていうのは、もう肌身でわ、もう、わ、なってるんですよね、本当に。未来のことは分からんからさ、実感がないから、今が常に一番若い自分でもあるけど、今までの経験の中で一番老いた自分でもあるから、今が。だから、それで過去の自分と比較していって、うわ、きっつってなるのよなりまね。すね。
ていうところで、はい。だからさ、だからやっぱ、動画投稿とか、面はい。白い動画作ろうみたいなことを、仕事として、俺はやってるんやけど、それをプライベートで、自分用に、自分の面白い動画を作ろうっていう、エネルギーはもうなくなってきちゃってんだよね。で、ラジオ確かに。か。ラジオかっていう。おっさんとかがラジオを始めるのって、こういうことなのか。ああ、ツイキャスとかね、よくいますもんね、本当に。こういうことなんじゃないかっていううん、気がするのよね。私たち、あれですか、マックス村井目指してるんですか、これ。なんでやねん。マックス村井は全然違うやろ。違いますか。そうですよメガね。ネぐらいしか共通点ないけど。確かに、確かに。お互いメガネとヒゲですからね、本当に。村井さんヒゲ生やしてたっけ？あ、村井さんは生やしてないです。私たち。ああ、俺たちはそう、俺たちヒゲ生やしたメガネの、陰キャっていう共通点。逆に言うと、共通点が、それぐらいしかないっていう気そうっもすしね。なくもないんだけど、逆に、それがシナジーになると信じています。いや、期待を裏切るかもしれません。もしかしたら、急に相方が変わっ、予告なく相方が変わる可能性も、あります。二代目パーソナリティの、みたいな。誰やねん、そいつ。わ かんないね。わかんない多分分からんけど、おもんないよ、そいつは、多分。ね。声の 時点失でお礼。もんないよ、そいつは。かわいそうに、その人。いや、もう、ごめんね。いや。まあ。っていあ、う、そう、え、そうで何？すね。ラジオの経歴とか、作った経歴、ラジオのどうする作った気経歴ですか？ね。作った経歴ね。はい。いや、メンタリティ話しちゃったからな、まあ、確かに、まあ、今のも一つの経歴の一つ、そうです経もん歴ね。っちゃ経歴、簡単に言うのは、あ、じゃ君たちはどう生きるか見て、食らっちゃったっていうのが、すごい、おっきい。一番でかいんだけど。そう。俺私はは、まだ見てないんで、なんとも言えないんですけど、本当に。君たちはどう生きるかを見た結果、すんげえ鬱になったん。一時鬱期になは。りすぎて、1週間、10日ぐらい行方不明になったんだよね、俺。SNS 立ちしてましたからね、てか、インターネットとの関係を断ってたっていうか、パワープロブログだけを書く人になってて。そう、ただ単にもう自動更新じゃねえかって、1日2回ぐらいブログが出てきパて。ワープロブログを書く人。いや、でもあの期間ずっと、仕事して、パワープロブログを書いて、君たちはどう生きるかの感想をずっとメモし続けるみたいな。あれはああだったんじゃないかみたいなことをずっとメモしてみたいな。それをこうずっと順番にこなしてて。それはそれで面白いそうですけどね、本当に。いや、でもすっげえ虚無の鬱状態やったから、君たちはどう生きるかは、やっぱ駿の、宮崎駿のすごい衣装やなって思って。俺、タイトルから思ったのが、君たちはどう生きるかっていうのは、やっぱ反対に言うと、俺はこれで終わるよっていう言ってるようなもんじゃないですか、あれ。だから、人生、どう生きるか、どう死ぬかでもあるから、やっぱり、それは。え、ちょっと待って、じゃあ俺がだって、私が君行き見たら、じゃあこれまた、私が1週間、2週 間、行方不明になるって感じですかね、これ。それはね、多分ね、仕事の内容によると思う。やっぱ、ままあ、クず、リエイティブな。君たちはどう生きるか、何がすごいかっていうと、ストーリーが破綻してる。意味がわかんない。ストーリーが破綻してて、理解できないし、起承転結とか、構成、配分もおかしい。説明みたいな部分もちょっと妙に長くて、展開が起こるまでがちょっと長いなとか思って、構成も変、ちょっと。だから、
もう全然なんか作品として意味わかんない感じになってる。なんか、駿宮崎さん曰く、自分でも分からんって言ってましたもんね。そう、自分でもわかんないものをそのまま出したっていう、それすごい。いうん。や、自分のそうっなんかすよね。さ、思ったものをすぐなんかその人になんか見てもらおう、受けるかなみたいなこと考えながら、顔色見ながらみんなものを作ってんのに、宮崎駿はもうそこからもう上がっちゃったのよ。そのステージ上がって、自分の好きなものを作るぜ、ストーリーなんかめちゃくちゃだぞ、分かってねえよ俺もっていう。それを、その制作に関わったのが、なんか、A1 ピクチャーズとかやったっけ？とにかく、とか、なんか、ジベックとか、なんかもう日本の最高のアニメーターたちが、こう、タッグを組んで、まあ、スタジオカラーとかも関わってる、それこそ。アベンジャーズですね。そう、アベンジャーズの最、もう、挙国一致体制あ、で、すごいな。作ったっていう、それが、すっげえって。で、衣装を見せ、その日本最高のクリエイターたちが作る最高の衣装。ものすごい衣装を見せられて、わっ、なんてなって。まあ、聞く分にはもうそれ激薬っすよね、そう、多分ものづくりっていうか、なんかクリエイターには多分すごい刺さる気がする。俺は刺さっちゃったな、すごい。で、なんか、これ、宮崎駿、すげえっていう、もうなんか言葉になってないけど、なんか、生の感情。3分で、の1の順調な感情ね、本当に。やかましいわ。やかましいわ。めちゃくちゃいらん。どうぞ話し続けてもらって、本当に。そう、まあ、そう。で、だから、やっぱり、このままではいけないっていうか、なんかちょっと、新しいことをしたいな。まあ、それ、パワープロブログをやるっていうのも、実はまあ、俺が前々からやりたかったことではあったからね。まあ、それもまあ、じゃあ、新しいことでね、今までやりたかったことではあるんやけど。まあ、プラス有なん言か、実行有言実行の男って寒いなぁ。なんか、すっごい寒いからやめてほしいけど。まあ、そう、なんか、なんて？植物ですから。俗物、まあそう、俗物なんでね、そう。なんかやりたいと思ったことをやろうと。で、なんか、すごいその、まあ、鬱でこう、何もできないみたいな状態になってた時に、こう、いろいろなんか、鬱屈としたエネルギーというか、なんかこう、もやもやとしたものとかもあって、こう、それをなんかこう、ちょっとずつこう、最近、消化できてきて、こう、いろいろ心の曇りがこう、ちょっとずつ晴れてきたときに、ラジオだ。ラジオ何を今やろう。シャアのモノマネしてるんですいや、か？ラジオだ。違うわ。違うんですか？シャアのモノマネするか。あ、サそボれ。テンに花がついている。いや、何の報告やねん。あのセリフ何やねん。あれ、レコアさんそうそう、レコアの、さんがなんまあ、かまあ出て行っちゃって、そうそうそう。で、サボテンに花がついているって。レコアさんのサボテン見ながら言うという。それじゃないの。別れた女に対して言うセリフがそれかよっていう、なんか意味わかんなさがあるんだけど、あのセリフは。今度じゃあ、そしたら、シャア討論会でもやりましょうか。シャア討論会。シャア討論会いいけどね。そう、ガノタなんでね。そう、そガれンダこムそ好ちょっきとなゲんスで。トを呼んでとかでもいいんじゃないですか？そう、ガノタのゲストをね、そう、シャアがね、シャアについて語れる人をね、語りたい人をそうで呼びすたいけね。どね。やっぱ、シャアについて語ってしまうな、これ。ごめんなさい、シャアに私がつい広げて。た話なんですけど、ちょっとやっぱりその話に戻してもらってもいいですか？シャアについて語ってしまいそうになるんで、ちょっと、まあ、お便りね、ちょっとお便りおですか？便りをちょっと、もうね、ラジオまだ一歩も上げてないのにお便りがすでに何通か来ているんですけど、すごいですね。でもフォロワーもね、もう、7人、8人か。すね、ごいな。ありがたいことなんですけど、で、そう。最初に来で、たレターが、桜レスポン。
桜、しんどいなぁ。もうちょい買うやろ、桜やったら。ですね。最あ、ご初めんに な見さい。じたゃあ、ネ最初タがの。ね、そう。これがひどすぎるんで、ちょっと晒し上げどれておどくれ。んですけど、うんちのヌンチャク、うんちゃくっていう、クソみたいなネああ、タが来てるんです素晴けらしいど、ですね。どこがやねん。いや、まあね、下ネタに関してはまあ別にいいですよ。下ネタは別にいいですよ。気持ちなんですけど。やかましいわ。このレターなるに関ほど。してはもうやかましいわの一言でしかないっていいや、もしかしたらこれ、アナグラムになってるかもしれないですよ。う。なるか。うん考ちえのるヌのンチも、ク、うんち。全部、違う。大概似たような文字で構成されてるから、組み替えても全部一緒や、結局。01010001みたいな感じ。そうそうそう。組み替えた結果、結局また同じ文章に戻ってるわ、こんで、助けて、みたいな。な。なるか。たもすもけもてもないよ。だって、多すまあ、ぎるしな。なんや確かねん、に。こいつっていうので、まあ、めちゃくちゃムカついたんで。はい。まあ、めちゃくちゃムカついたっていう最初のお便りなんですけど。いや、これ伝説ですね、本当に。伝説のレターでは。そうですね、伝説の普通歌が、うんちのヌンチャク、ヌンチャク。まあ、そうそう、レジェンドお便り。だおめでから、とうございまなんす。か、あれやな、年末ラジオとかで、うんち会みたいな。うんち会。んち会、大丈夫ですか、それ。ラジオでうんち会を作る。ううんんち会ちをの作る。話をずっとするっていう。終わりのラジオをするって、年末の。おー、まあ、いい、いやめやー、よっか。やめよっか。可能ある性を程感度、じなかった。LINE を決めとかないと多分相当ひどい感じになっちゃうと思う。それこそ、トドオドンがキャスやってた時の、だいぶ、ね、スラムってる感じの。まあ、ひどいことになっちゃうよね、多そう分ですね。ね。そうですね。ある程度セーブして、うんち会を作りたいんですかね。そうよね。マンチカンみたいなね。うんちかいみたいな。その響きな？だけやったわ。な？え？な？ということあ、で次ね。行きましょう。はい。あとは、これ、ゆめんさんでいいんかな？ゆめんさゆん。めんさん。ゆめんさん。トロンさん、こんばんは。アイドルあ、戦私国は？時代という。お前じゃない？ややこしいね。反応すな。アイドル戦国時代と言われて早何年ですか？最近 TikTok などいろんな競合が出てきてアイドル大変だなと思います。トロンボーンさんはアイドル好きを公言されていますが、今ホットな推しのグループなどありますか？私の好 き誰な、やねん、お前。トロードン、トロードン。で、私の好きなアイドルは、平沢進む。こういうタクなんだよね、彼は。そう。平沢進むが好きなんだけど。好きですね。俺も平沢進むは好きやけどね。あなた、あれでしょ、パレードしか聞いてないでしょ、本当に。まあね。パレードが好きすぎるだけね。あと、白光矢の娘ぐらいしか聞いてないでしょ、本もうやめろよ。もう外役オタク出てるって。当に。やばい。平沢進むやばい。外役オタクやん、それ。おやばい。い、お前ちゃんと聞いてんのかよって。パレードしか聞いてないんだろ、お皆さん前っはて。オンラインマレーシア聞きましょそう、まあ、アイドル好きっていうのは今、ホットな推しのグループっていうこはい。とで、そう、まあ、言われてるんです、聞かれてるんですけど、アイドルね、そう、俺がすごいね、なんか、最近すごいハマってたアイドルグループが、なんか、アイライフっていうアイドルグループがあって、そこがもうめちゃくちゃオタクがぶち上がれるって感じの曲を出してんの。もうオタクにコールさせてなんぼみたいな。どんどんコールして、もう好きなだけ暴れてくれみたいな。オタク暴れろみたいな。暴れるための曲作りましたみたいな感じで。でもコールとかも公式がもうどんどんやっちゃってっていう感じで。アイドル界のフジロックみたいな感じですか？本当に。いやもう本当にね、そう、アイドルオタク、俺、アイドルフェスに行ったことがあって、野外フェスがねえけど。もうね、オタク、メンズがオタクというだけで、なんか基本的にぶち上がり方はなんか、まあ、ロックバンドの
ライブとかと基本的にあんま変わんないんだけど、ただオおタクだから、まあちょっと厄介。オタクだから人に迷惑をかける騒ぎ方をするやつもまあ結構いてめんどくさいんだけど。ー。はいはいはい。そう。まあでもまあね、やっぱ野外フェスってむっちゃ楽しいなって思っあ、いいたですし、ね。そう。結は構そこはなんか面白いんけど、伝説になった回みたいなが、い。はい。その野外フェスの最終日、最後の公演で、なんか、もう、ライブがもう盛り上がりすぎて、はいみんなサイリウム投げちゃうみたいな。みんなでサイリウム投げちゃうみたいな、なんかムードはい。すごいになっな。て、みんなではこう、い。すっげえもう、サビ前、最後のラスサビ前のところで、もうみんなで手拍子からの、大サビでこう、ガーンみたいな。なって、こう、みんなでもうジャンプしながらもう、サイリウム投げまくるみたいな。大学の卒業生の帽子バーって投げるみたいな、そう、それを夜に、こう、野外でやるから、俺、後ろの方で見てたんけど、もうね、なんか、会場から、こう、ペンライトが、うわーって、湾岸戦争の対空砲みたいな感じで、うわーって飛んでいくのが見えて、脅威になるんだ。めっちゃ綺麗だった。すめっごい。ちゃ、すごかったんやけど、物を投げるのは危ないんだよね。当たり前なんやけど、物を投げるのは危ないから、後一で気炎に上ライしたんでブ会場すよ。が戦場になっちゃうっていう。そう。それでも、飛んできた人もまた投げたりとかしてね、そう、ずっと飛んでたんやけど、だからサイリウムがずっとなんか、すげえな。しばらく飛び続けてるっていう、すっごい熱いライブやったんやけど、ああ、まあ、やっぱそういう熱さっていうのがいいなと思って、アイライフはすごい好きやったけど、好きだったんですけど、けメど、ンバーがね、そのメンバーがちょっとファンとつながってたりとかして、まあそれはまあね、まあ、アイドルあるあるっていうか、まあそういうのはあるよねと思ってるそうですかよら、ね。人間ですからね、本当に。そう、結局そのキャバ嬢とかと一緒やから、やっぱ、まあそういうつながりとかで人気を得ちゃうと、なんか強いよ。そういう固定ファンを作るっていう意味では、まあ、そういうことで走るっていうのは、まあ、しゃーないなって思ってはいるけど、その運営が、やっぱ、すごい厳しい、強権的なところで、やっぱ強いから、あ、すぐ契約解除です、みたいな。はい、契約解除、みたいな。活動休止とか、そういうのもなく、はい、契約解除。で、なんか気づいたら翌日、なんか、その、アーティスト写真の中から、その子の画像、写真が消えてました、みたいな、ブラックですね、本当に。怖ーってなって、曲はめっちゃ、アイライフはすごい大好きなんで、曲は好きなんですけど、ちょっと、運営の方針もちょっとなーとか、でもまあ、つながりしたやつを残しとくのもどうかと思うけど、あ、なんか、っていう。私思ったんですけど、そしたら、もういっそのことを、アイドルは既婚者しかできないっていう制度を作ればいいんですよ。まあ、それがネギっ子なんだけど、俺の好きなアイドル、ネギっ子なんだけど、ネギっ子そこに全員繋がる結わ婚けしですて出ね。産してるから。そうでだ。ね、そうすると、最近、フロトノ君っていう、まあ、リスナーにね、ネギっ子の最近の曲聞いたみたいなことを聞かれて、で、聞いてないなと思って、聞き直したら、レア目線なんだよ、いい曲じゃが。ないですか。やっぱネギっ子のアーティスト性ってすごいな、みたいな。って思って、ネギっ子はすごい。やっぱりね、アイドル界、誰にも行けないとこ走ってるよね。やし、そうなんか、YouTuber の将来どうなるの論とかあるやん。YouTuber で、こう、生涯 YouTuber で人生を終えた人間がいないので、なんそうか、ですね、マックス YouTuber が、村井さんとか、そういう。マックス村井さんもそうやけど、そう、YouTuber そうとして飯食えるのかみたいな話やけど、アイドルもそうやん。やっぱアイドル、いつまでアイドルできるんだっていう。ところで、なんです。そう、生涯アイドルみたいな、まあ今後ね、どうなるかわかんないけど、ネギっ子のメンバーが。でも、結婚して出産してもアイドルなんだっていう立ち位置を築いてるっていうのは、やっぱすごい尊敬に値するなっていう。で、曲も最高なんだよね。ネギっ子は基本的にそれこそ麒麟児の人が楽曲提供したりとか、あ、そうなんですとか。か、結構有名アーティストにこう楽曲作ってもらってるから、すごい。曲がいいっていうところもあって、まあ、ネギっ子はずっと好きなんやけど。
今、ホットな推しのグループはね、だからそういう意味で言うとね、そのアイライフが曲最高やったけど、メンバーが入れ替わっちゃって、ちょっと熱が冷めちゃって、まあ今、推しがね、ちょっとあんまいないなっていう状況ではあるんだよね。そう。まあ、なんかね、まあ俺はもう本当にインスタとかツイッターとかを可愛い女の子を見るためのツールとしか思ってない。基本的に 可愛い女の子を見るためにああいう SNS やってるんで、そう。可愛い女の子をずっと見てるし、なんかいろんなアイドルグループの情報とか流れてくるんやけど、まあいまいちね、こう、なんかこれやなっていうアイドルグループがないので、まあ、じゃあ、今探し中ってことですね。そうやね、結局、そう。結局今探してる。まあ、ガチ恋で、あのね、そう、ガチ恋はね、もう多分できないのね、俺は。俺もうは熱ね、量的にってことですか。そう、俺はもうね、その、一番推してたアイドルがいて、で、やっぱその子をずっと、まあ、ガチ恋じゃないけど、ずっと見守って、卒業まで見守ったから、なんかもうね、そこはなんか、そこの枠は埋まっちゃってるんだよね、一番の枠。で、もう卒業したから。まあ、もちろん、女優として活動を続けてるんやけど。まあ、だから、もう枠が埋まっちゃってるから、まあ、曲がいい。それこそ、なんか、曲がぶち上がれるみたいな、やっぱ、アイドルグループがあればいいなっていうところかな、個人的には。なんか、良さげなアイドルがあったら教えてください。何のちょっと話これやねん。アほんまに、良さげなアイドルがあったら教えてください。イドルか。アイドルアイドルね、な。歌舞伎先輩アイドル聞かんからね、そもそそうだね。も。アイドルか。富山純。富一山純。応、富山純でしたっけ？ダメだ。こういうところで、富山純はいるけど、戸川純か。富山純はマストドンの人られちゃう。やばい。や。そういうこともある。そう。まあ、戸こういう川ね、に純。わかな部分もありますからね、ちょっと。ああ、アイドそうル、どちらにせよアイドルなの？ぎ、ドル？難しい。純アイドル。純アイドル。純アイドルって何？冥王星は惑星じゃないから純惑星みたいな。そういう、なんか、雑。そこの線引き誰がしてんねん、みたいな。ね、それじゃあで言っこたら、こ。だって、パフューム そう。を今アイドルって呼ぶか問題あるからね。ああ、パフューム出だしは絶対アイドルじゃ出ないですか、あだしれ。はアイドル。でも今のパそうそう。フュームはどうって。アーティストですよだよね。ねっもうて。完でもやっ全に。ぱアイドル要素も、まああるっちゃあるし、みたいなさ。そこはやっぱすごい曖昧やから。そういう意味で言ったら、もう女性アーティストがいたら全部アイドル要素があるってことになるの？女子十二学部？女子十二学部もアイドルや確かにね。実あれ質は、アイドルや AKB の走りですからね、あそれれも。走りかどうかは知らんけど。影響受けてないしな、多分。秋元康は元から女の子いっぱい集めてね、アイドル作るの好きやし。ねえ、おにゃんこクラブね、本当に。秋元康のアイドルはあんまり好きじゃない。あら、あ、基本喧的に。嘩売りましたね。喧嘩売りましたね。まあそうそう。まあ僕ノートもやってるんですけど、昔々にノートに書いた欅坂に対して感じた違和感みたいな、気持ち悪いの記事とか、昔の記事なんですけど、頑張って探してください。まあ、ということでね、まあ、一応、あとね、コーナーがね、まあ、今んとこ、まあ、見てっていう形になってるんですけど、そう。で、まあ、コーナー探しのコーナーっていうこ何とですで、か、それは。まあ、コーナーをね、まあ、いろいろ、なんか、何にしようかな、みたいな、いろいろ案を送られてきたんですけど、まあ、そこをね、コーナー探しということで、まあ、ですなんか、ね。やってほしいことを、みたいなね。こういうのどうですかみたいな。
ね、私たちも考えるんですけど、本当、ここはちょっとリスナーさん頼りなんそう、で、すべてを投げてみよう、一旦っていう。そうですうん、ね、一旦すべて本当に投おげ願いして、で、届いたやつを全部論破していこうってます。いう。まあ、まあ、で、ね、急まあ、に北センチネル以降のコーナーみたいな。できるか。死ね言うんかい。まあ、まあね、こういう、まあ、例えばですけど。まあ、そういう感じでね、まあ、行きたいはかなっていうところですね。はい。ということで、まあ、そろそろ、まあ、良い時間なのでね。そうですね。ごめんなさい。ちょっとめたい話ですかね。今何分ぐらい。今、47分とかあ、ちょうどいいんですね。そう、もう、良きところで、みたいな。いや、初回にしては、まずまずだったんじゃないですか。ちょっちょっとと後でも聞き直してみます。う、恐ろしいね。恐ろいしい。やー、辛いな、若干辛いな。初動がね、やっぱ、ピッチ入った瞬間の、たまりようがね、すごいですね。そうですね。他の、そのインターネットラジオを出してる人は、やっぱ、こう、ラジオ撮る前に、ラジオ撮るぞみたいな、こう、テンションを上げる作業みたいなのを、してたりするみたいな。そうですよね、本当。言ってて、やっぱ、いや、それは準備体操はマジでしといた方がいいなっていうのをちすょっごとく感じ今日はちょっと熱入りすぎたかもしれないです。や、いや、そういうことじゃないと思うな、これは。そうですなんか。かね、うん、慣れてない。単純に、ああ。収録やんか、確かに。それに慣れてないっていうのが多分。で、俺も、一人で好き放題喋ったりする動画を上げてるけど、人と喋る動画、人とラジオするっていうのは、実は、収録でラジオやるっていうのは、やったことがないから、じ実ゃあ、あはね。れですね。私は、じゃあ、あれですね。ラジオバージンいただいたというこやとでかすまね。しいじわ。ゃ気持ち悪い。毒物ですから。毒物ですから。全部やらかしても毒物ですからで済ますあ、の、もうこれからも。その手でいきましょうよ、もう。そういう、それからしか。何があっても毒物ですから済ますっそうていそう。う。相田みつをの人間だものじゃないですけど。毒毒物物だですもん、から。そうそうそう。何やねん。毒物の言葉の意味、辞書でもう一回引き直そうだ。俺の知はっい。てる毒物じゃないかも。ということ確かに。へい。で。いやー、まあ、そうですね。ちょっと、来週、どうだろうな、私は、ちょっとスケジュールを今確認しようかな。いや、スケジュールはまあいいけど、いいっす来か。週、そう、いや、そうそう、来週ね、来週までに何かしておきたいね。面白い、話題を一個用意しておきたいけど、これラジオ始めることによって、そうですね、多分アクティビティな行動を取るようになるんじゃないかっていうのを私一つ思ってまして、そうなんで人す生よ。がね、ちょっと豊かになるかもしれへんから。っていまあ、一つの希望として、う 感じで考えてるっていうことですね。ということで、お相手はトロードンと。壁吉でした。また来おい。週。